香港は無理か。福さん、どこか安い旅行会社を知らないか。そりゃドブ板にはありますけど。ドブ板か。なんでですか。香港に行こうと思う。香港。ああ、ランテは香港に行ったようだ。そんなイネさんにはなんて。説得する。一人じゃ無理っすよ、俺も一緒に。イネさん、ちょっと。はい、何でございましょう。突然だけど、俺、旅に出ようと思う。旅ですか？ああ。ああ。行くあてはあるのですか？香港。香港？福さん、先生を殺した男がそこにいるらしいんです。イネさん、どうかリョウさんに旅費を出してやってください。バカ。なんということですか、リョウさん。ああ、いや、ダメです。そのような無謀な真似を葉月家の後継ぎに。そこをなんとか。イネさん、聞けません。イネさん、聞く耳を持ちません。あれ？福さん、あの、俺、まずかったっすか？あんな言い方はないだろう。そうですね。自分で何とかするしかないか。いつもありがとう。いらっしゃいませ。あの、ご旅行ですか？ええ、香港に。香港ですか。まあどうぞおかけください。学生さんですか？ええ。では学割が効きますので22万からになります。そんなに？もっと安いのは。片道だけでも。片道だけというのは扱っておりません。チケットだけでしたら19万8000円になりますが。そうですか。また来ます。ではこちらのパンフレットをお持ちいただいてご検討ください。お待ちしております。じゃあまた。またおいでください。
帰って福さんに相談してみるか。いらっしゃい。ちょっと待ってよ、ここ読んじゃうから。すいません。もう待ってって言ってるでしょ。香港に行きたいんです。そこにパンフレットがあるわよ、それ見て決めて。17万か。他には？もう、めんどくさいわね。安いプランで。じゃあ、これ。これ以上安いのはないわよ。15万8000円。もっと安いのは？もうないわよ。そうですか。ちょっと、せっかく出したのよ。このパンフレット持って帰りなさいよ。帰って福さんに相談してみるか。香港ツアー結構高いっすね。ちょっと待ってください。リオさん。なんだよそれ。俺の貯金です。リオさんに使ってもらおうと思って。福さん、俺何かの役に立ちたくて、せめてこれくらい。遠慮はいりません、割ってください。いいのか。はい。結構あるはずなんですが、P-F-2-4 と、これと、39,634円。まだ足りないな。そうっすね。そうだ、花屋の間さんっすよ。花屋の間？原崎のとこか。そうっすよ。よく海外に行ってる人なら何か知ってるんじゃないっすか。そうか、よし行ってくる。はい。めぐみちゃんか。お兄ちゃん、みみちゃんがいな
ミミちゃん？ああ、あの子猫か。足が治ったから、どっか行っちゃったのかな？心配しなくても、きっとすぐに戻ってくるさ。戻ってくるかな？よし、探してあげるよ。めぐみちゃんはここで待ってな。お願いね、お兄ちゃん。猫が鳴いてるな。もっと下の方か。こんなところにいたのか。あ、いた。原崎。ひょっとして葉月くんも探してたの？ああ。優しいのね、めぐみちゃんには。いたわよ、めぐみちゃん。よかったわね。うん、ありがとう、のぞみお姉ちゃん。うん、はずきくんが見つけてくれたのよ。お兄ちゃんもありがとうね。ああ、よかったな。じゃあ、私、友達と約束があるから、またね。ああ。どうも。よう、また会えたな。相変わらずいい面構えだな。原崎。葉月君、何かしら。原崎ってカナダに行くときはいつも飛行機なのか。ええ、いつもそうだけど、どうかしたの？海外に安く行く方法を探してるんだ。葉月くんが行くの？ああ、予算は7万ぐらいなんだ。7万円か。で、行き先は？香港に行くつもりだ。香港、旅行よね。難しいんじゃないかしら。チケットだけでもいいんだ。だったら船便はどうかしら。船便か。おばあちゃんとカナダに行くときは船なの。そうなのか。ええ、飛行機嫌いだから。あ、これ内緒ね。ああ。船なら格安のチケットもあるんじゃないかしら。わかった、ありがとう。いらっしゃい。すいません。何よ。
こちらで香港行きの船便を扱っていますか？船便？あるけど。いくらですか？船便。あった、これよ。これだ。一番早い便を。早い便？だったら前金もらわないと手配できないわよ。わかりました。どうも。何？手続きしとくわよ。チケットは？3、4時間したら取りに来て。わかりました。じゃあ3、4時間後に。いらっしゃい。葉月ですが、チケットを取りに来たんですけど。え？聞いていないな。香港行きのチケット代、もう払ったんだ。誰に？女の人に。女？知らねえな。なんだと？お前ら、グルなのか？変な言いがかりつけてんのはお前の方だろ。どこで覚えたんだ、そういうこと。おい兄ちゃん、あんまり調子こくんじゃねえぜ。いい加減にしろ。もう金は払ってあるんだ。わかりました。ご用意させていただきます。約束を破ったらどうなるか。はい、明日からご連絡を。あ、りょうさん。さん、今日原崎さんが花を届けに来てましたよ。原崎が花を？ええ、頼みました。いや、花はどこに？仏間に生けてありますよ。そうか。そのお花、原崎さんが持ってきてくださったんですよ。原崎が？旦那様がお好きだった花を覚えててくださって。そう。お優しいお嬢さんですね。